どうも山田です続けて話をしてますね。前回からの続きですが、うん、えー、役所から頼まれたとき、役所がこれについてワークショップやってほしいって言っているテーマと、本当に住民が語,語り合いたいテーマっていうのがずれてる場合がありますよっていう話と、それか、その次に、 本当にに住民がが話話しし合合いたいいたたっっっって思っててて思るるテーマってやつつも実は1つじゃなくて何種類かに分か分れる場合があったりしますよって話それから何種類か分かれる場合のうちの一つの勢力としてこの,この話し合い自体こういうことをやること自体に反対だっていうふうに主張している人がいる場合もあるよっていう話前回その辺までしましたで話し合い自体に文句があるっていうのは実は話し合い自体がけしからんって言ってるわけではないことが多いんですね むしろ話し合いの場が今年度設けられますって言っているよりも前の年度に役所と喧嘩してたっていうあのそれが持ち込まれていることが多いです、えー、前の年度に市長が変わって市長の選挙で対抗馬の方に票を入れていたけれどもおこっち側が当選しちゃったどう考えても向こうの方が良かったのにっていうふうに思ってる人がプリプリ怒りながらその新しい市長になった第一弾のワークショップに乗り込んできて こんなの意味ねっていうふうに言うっていうあのそういうこととかがありますありますが一方でですねあのそういう感情的な話ではなくてえっ、ー、と今回の案件に私は基本的には反対なんだと、はい、反対なんだけれども進むってことになっちゃった以上はこれはもう おまあ、進むんだろうといくら僕が私が、えー、と反対をしたって事業は進むんでしょうとだったらその事業の進捗を見極めていくしちょっとでもいい方向に持っていくために私はワークショップに参加したんだっていう人がいるんですよ。こ,うこれは全然僕は素晴らしいなと思うんですけどね素晴らしいなというふうには思っていて。 あのでそういう人を見習いたいなと思ってます、ね、僕もだから、えっと、自分が反対の授業が進むっていう決定があった場合にはもうだったらあ進めましょうと。でそういう進むことになった時に委員とかを頼まれた場合は僕はもともと反対だったから委員なんか引き受けませんっていうのは楽なんだけど、うん、と引き受けるようにしてますね。なるべく引き受けてでむしろその中でもちょっとでも反対だったけどちょっとでもマシな授業になっていくようになるべくあの自分の考えをそこの場に入れていこうというふうに思う。これは あ言ってみれば今治だったりとか沼田町だったりとかであの学んだ態度だなというふうに思いますね。そういう人たちがいたんですよ。そういをう尊敬できるなというふうに思うような人たちがいましたね。えー、今治市の時もそうでした。その今治のワークショップをやった時も今治で港のエリアに新しい施設があできると。これは建築家の 原博さんという方が建物を建てるんですねその港の,そのにぎわいの拠点みたいな建物を建てると思うんで今治の駅とか市役所とかがあるんだけれどもそこがちょっと距離が離れていてその間が商店街になってるんですがこの商店街の中の未来これからどうしていったらいいだろうっていう話し合いをしたいと。 でついてはあ、その話し合いのファシリテーションをお願いしたいって、これも初期の頃の仕事でしたね、初期の頃の仕事として頼まれたので、まれ、あ、わ現地に行ってみましたと、行ってみたら、そのワークショップのメンバーのコアメンバーの中に、えっと、そもそもそんな建物を建ててにぎわいとか言っている開発自体が、私は反対で、基本的にはそんなことをやったって無駄だと思ってるっていう、それ税金の無駄遣いするなっていう立場の人が、えー、コアメンバーの中に入ってたんですよね。 でじゃあなんで反対なのにこの,このプロジェクトの話し合いにしかもコアメンバーみたいなところまで入ってきてんのっていうとその本人がおっしゃったのがそういうどうせ進んでしまうんだったらむしろその進捗を見極めたいとそれでえっと自分の中でもっとこうした方がいいって思うものがあればどんどんここの中に意見を入れていきたいと思ってるとだからある種の監視の目の役割としても入ってるしそれから事業がより良いものに なっていくためにも入ってるんだっていうふうに言われましたね。まあ誰って特定できちゃうからあんまり言わない方がいいんですけどずっとサングラスかけてましたねその人はね。<laughs> だからこれ今治の関係者の方が見られたらもうすぐ笑って分かると思うんですけどその人僕は結構尊敬してるんですよねあの。やっぱりそういう反対なんだけれども参加するみたいな態度をその時に学んだ気がしますね。 でで結果的にはやっぱりあのそのプロジェクトは進みましたしそれから、えっと、建物も完成したし、えーまあ、そこをどう活用するのかみたいな話と商店街がこれからどういうことを取り組んでいったらいいのかみたいな話とかもその方々中心に、まあ、議論をしてましたね。でその後、まあ、今治は、えっと、サッカーのチームとかができてきたり岡田監督が来たり。 い,いろんなあの出来事ができていたわけですけれども結構そこの中核になるチームの人たちでしたそこその人たちがね、えー、に僕も何回かまた呼んでもらってその岡田監督とあ,あと何人かの方々とですねディスカッションをする場にあの参加したりとかそんなことをやったりもしてましたねだからまあ あのワークショップをやろうって言った時にその中に事業自体には反対なんだけれどもただ落ち着いてちゃんとあの自分の意見も提示するし、えー、と進捗もきっちりと把握しようと思うっていう人がいるっていうのはあのすごくいいですね賛成派ばっかりでなんか反対の視点の人たちのことを想像しないで「いいねいいね」なんつってこうただただ盛り上がっちゃうっていうことを。 避けるることができるっていうちょっと冷静なこう目を持つことができるっていう意味でああいう立場の人が入ってくれてるっていうのはあのすごく良かったなと思いますね。沼田町もそうでしたね北海道ですけどね北海道の沼田町で、えー、中学校の跡地中学校の跡地に、えー、クリニックだったりとかあ暮らしの保健室みたいなものだったりとか えと薬局だったりとかあとまあ高齢者の例えば施設みたいなものとかもちょっとこう集約させて中学校跡地の中に作っていくで雪が多い町ですんで、えー、と冬になると本当にあの行道を歩いてとかあの運転して移動するのがすごく怖い年齢になる人たちもいるので、えー、となるべくコンパクトに町をしていかなきゃいけないと。 その時町の中心部の一部に中学校跡地があって移転したのであのここをどう使うかって言った時にそのコンパクトに住むっていうことのモデルのような町を作るっていうのもいいんじゃないかっていうことでその町長がそれをするって決めたわけですね。でえっとそれするにあたっては役場だけであと建築家とか呼んでえー 全員、みんなが知らない、町民が知らない間にプロジェクトを進めるというのは、あんまり良くないんじゃないかっていうふうに町長が考えられたそうで、その町長は、あのファシリテーション学会かな、とか、そういうファシリテーションみたいなことについてもよく勉強されてる方で、で、あのスタジオ L に、その、作るプロセスをね、住民参加でやっていってほしいっていうふうに依頼してくれましたね。それで我々行って、3年間ぐらいワークショップをやりながら、 うんと建築家の古アさんという方に設計を依頼して、であの建築も立てていただいたというあの、そんなプロジェクトでした。でただあの、このプロジェクトについても、やっぱり反対であるという方もいてで、その反対なんだけれども、反対だからこそワークショップには参加すると。それで、えー、と事業自体は自分が反対しようが進んじゃうということは分かる。でそれについては、町長にね、直接、 これは税金の無駄遣いじゃないかみたいなこととかも、さんざん言ってきた、言ってきたんだけれども、まあ、実際これ、まあ、議会も含めて、やるって決まっちゃった以上は、じゃあ、あのやるのはやるでいいと、ただうんと、無駄なことがないかどうかとかですね、えー、進捗をチェックしたいっていうふうに言って、えー、来てくれてる方が、この時は何人かいましたね、何人かいました。 男性も女性もいましたしね数人いましたがあのそういう方々が参加してくれてたっていうこともやっぱすごく良かったなと思いますね。で、えー、まあそうやってその事業自体には反対なんだけれどもあのワークショップの話し合いには入ってきて、えー、それで、えー、とどんな場所になったらいいかでどうせ事業が進むなら、えー、といい場所になってほしいっていうことで自分だったらこれがいいとかですね 自分だったらそのノルディックウォーキングみたいな今やっている人たちがいっぱいいるんだからあのそのルートはあの守っていきたいとかあのそういう代替案というんですかね事、えー、業進めないのが一番なんだけれどももう進めるとすれば、えー、とこれだけはあ入れておいてほしいとか守った方がいいんじゃないかっていうようなこととかを結構積極的に入れてくれたなという気がしますね。そそののの意見が結果的には建築の形も決めましたした 運動場だったところのノルディックウォーキングしてるって言ってたところに建築が立つんでその中をあの通り抜けられるようにしてあったりとかするんですねそういうこととかに反映されていくような結構貴重な意見を出してくれていたのでこういう態度の人たちっていうのは割とあの尊敬できるし大歓迎ですね事業自体には反対だけれどもっていう参加の仕方。でこれはその前の選挙ね選挙で えー、現職を応援してたのに若い新人が当選しちゃったこの野郎って言って怒ってるっていうその参加の仕方とはだいぶ違うわけですよ。あのこの野郎っていうタイプの場合はその若い新しい新人の市長が何をやったって反対なわけですね何をやったって反対なんだけどでもその総合計画を作るために集まってるその他の人たちですよ。 えっと、100人中10人がそうやって反対してるとしたら90人の方々が自分の時間を使ってここに集まっているのは町の未来や総合計画について話し合うためにここへ来ているわけで,で10人だけがその場をぶっ壊してやろうって思ってるってことですよねだから残り90人の人たちにとってはなんと迷惑なことってことになっちゃうんですね構造としては。それがなっちゃうからあまり幸せな状態ではないというふうに思いますね。でこれはだから もううワークショップをやるっっっていうことが決まっちゃった時点でつまりその事業が進むっていうほど決まっちゃった時点で、えっと、それまでのディスカッションのところでやるべきことだったものをあの後にまで持ち越しちゃってるってことでもあるんですよね。本来は間接民主主義で自分たちが選んだ市長であったりとか議員だったりとかがいろいろと話し合ってるのは、まあ、自分たちの意見を代弁して話し合ってくれてることになっていてでもし今回の事業を反対なんだったら やはり代弁してもらってこれはやっぱこういう意味で意味がないんじゃないか無駄遣いなんじゃないかっていうそこで議論が尽くされるとでも最後はそこでやらないって決めるかやるって決めるかでもう決めたところから先の話をしなきゃいけないことになるんでしょうねだからもし代弁してもらってやらないってことになったんだったらやった方がいいと思っていた人たちももうやらないって決めた以上はじゃあいかにやらない中でより良い地域を作っていくかっていう話をに切り替えていかなきゃいけない頭を切り替えていかなきゃいけないんでしょうね でやるってことに決まったら、やらない方がいいと思ってた人たちも頭を切り替えていかなきゃいけないということになるんだろうと思うんですが、それがなかなかできないで、やるって決まったんだけど、やっぱりこれを阻止しようっていうふうに話に参加してくる人たちがいるんですね。で、これはもちろん戦争反対とかね、あの命がけで止めなきゃいけないこととかもあるでしょうから、一定の理はあると思います。自分が信じている限りは、やらない方がいいっていうものに対して声を上げるっていう、それはいいと思うんですけど、 ただその地域の多くの人たちにとってその理屈がちゃんと共感できるものになってるかなってないかによって、えっと、その意見に賛同する人たちの数っていうのが増えるか増えないかっていうのが決まっちゃうと思うんですね。だからだ多くの方々にとってこのしつこい反対は理にかなってると思えれば思,える思うことができればやるって決まってるのに。 やめた方がいいっていう意見に共感する人たちの数がだん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 増えていくことになると思いますねでそうなってやるって決めてたやつがやらないことにひっくり返るんだったらそれはそれで悪くないなと思うんですよその町にとってねやっぱりその自分たちの代弁者がやるって決めたんだけど間接民主主義だったねとあれ結局僕らの意見があんまり反映されてなかったなって言って 反対って言っているものに対してそうだそうだってそれが共感の輪を広げていってみんなでやめようって決断になるんだったらいいんですがワークショップやってそこに90人のうち10人ぐらい反対っていう人たちが出ていてこの人たちがいくら反対って2回目も3回目も4回目も言っても90人が全然なびかないっていうのはこれ一体どういうことかなっていうのはあの僕は外部の人間ですからまあ外部の人間から見て判断せざるを得ないですね。 この10人の人が一生懸命反対反対ってやるって決まっちゃった後でも反対し続けているというその反対の姿勢を僕らは見ながらあともし反対するんだってそれ事業止まるんだったら僕らはそれでも全然いいわけですけどね僕らその町に究極的には住んでるわけではないのであの止めた方がいいって思う人が多いなら絶対止めた方がいいよなと思うんですよ何が何でも進めてくれっていう僕らが言うつも必要は全くないんで でただ反対反対って10人の人が言ってるのに何度言っても90人の人たちがいやーちょっとここの場にまで来てその話するのはねっていう顔をするとかあるいはそれを言うとかですね「あの君ね」ってもう口を開けば反対って言ってるけどもだねってもうこれ決まったことだしで我々はその決まったことに対してより良いものにするために意見を出しにここへ来てるんだよとそんなに毎回反対反対って言わずに もうちょっとこうどうしたらいいかの意見が出ないかねとかっていう人がいたりそれを聞いてる人たちがそうよねっていう顔をしてたりあのその辺を僕らは見てるんですよね。であやそう思うんだったらやっぱりちょっと反対反対ってずっと言い続けるのはこの人たちの立場としてもあんまりいい状態にならないんじゃないかなっていうこととかを見るのでうーんそういう場合だったらやっぱり12回はもちろん反対ってやってみてもいいんですけどね。 自分たちの反対って言っている理論が、まあ、そこでちゃんと説明してみてなぜ反対なのかをきっちり説得してみてみんながなびくのがなびかないのかなびかなかったってことになるとやっぱり説得力がなかったで、まあ、そもそももうあの議会も含めて進めるって決めたそこにもやっぱ進めるっていうことに対してもやっぱり理があったと認めないといけないんじゃないかなって思うんですよね。 それで理があったと認めた場合にはむしろより良いものになるように、えー、話し合いの方に入ってくる。反対だけどもあの基本的に態度としては反対でいいんですよ。反対なんだけどもでもだ反対だからこそ厳しく見るよ。本当にこれ意味あるかどうかって見るよ。それでそれをあの提案するよ。より良いものになるためにどんどん提案していくよ。それはもう大歓迎なわけですよね。こっちもね。だからそんなようなことをよく考えますね。 だからまあ本当に自分が絶対正義だっていうふうに思うね自分の方に正義があることはもう間違いないっていうふうに信じてずっと反対し続ける人っていう人たちがあの立場が危うくなっていくっていう側面を何度も見ていて、えー、でそうなった時にちょっとその人たちの態度を変えた方がいいんじゃないかなっていうふうに思うあるいは、まあ、そうできるようになるべくあのく。 橋渡ししてていいくっうううのがあのが僕らの仕事ですねあそうそうもう一個あるのはねそ,そういうような状況を全然違う外から見ていてで反対している人がいるのにあの事業を進めていった山崎のやり方コミュニティデザインのやり方ってけしからんってあのその現場に来たこともない人たちが、えっと、批判するっていうのもよくありますね。よくありますわ。 あんな、ああいうことはやらない方がいいと私は思うし、地元にも反対する人がいたはずだと、実際は僕が受けたのは、反対する人がいなかったタイプなんですけど、反対する人がいなくなってからプロジェクトが進んでいた、授業でも遠くの方からですね、東京辺りからそれについて、いろいろと言う人がいるっていう、そういうのもありますね。そういうのはもうワークショップに参加してみればよかったのにっていう一言に尽きるんですけど、現場にいるとですよ、現場にいて、 で実際それプロジェクト進んであのプロジェクトとしてはちゃんと収まっちゃったんですよ。でも収まっちゃったんだけど気に入らないんですね。そんなプロジェクトが収まっちゃったことが気に入らないトークから言う人たちがいるっていう、まあ、そういう人の言葉がワークショップ参加者のとこまで届いていないっていうのがせめてもうの救いですけどね。 あの僕のところになんか直接来るるっていうことになるんですよなんであんなものを応援してるんだあなたはみたいななんであんな進め方をしてるんだみたいなのが僕のところに入ってくるっていうぐらいなので、まあ、僕のところで止めておけば問題はない害はないんですけどそんなのもありますねだから現場で見ていて反対の反対している人のなんか理があったら、えっと、そうだなもう一回考え直そうってみんなが思えるようになるんで あのそっちの方になるんだったら僕はもう一回考え直すっていうワークショップに切り替えていきたいなと思ってますね。それで本当にこのプロジェクトをやるべきなのかどうかっていうのを今100人がもともと10人反対だったのが100人反対になったとやらない方がいいんじゃないかっていう話になっただったらこれ100人だけじゃないかもしれませんよもう一回町民に問いかけてみましょうよって役所にも言うし町長にも言うしそれでじゃあもう一回問いかけてみようって言って問いかけたらやっぱやらない方がいいって。 っってなったんだっったたたらここれはなかななかかいいいいとできたなっていう,ふうにも思いますただ100人いる中で10人から始まって結局10人の話は残り90人には響いていないという状態を3回も4回も見ている場合この10人の人たちも少しあの違う方向に態度を変えていってより良いプロジェクトになっていくための話し合いに参加するというのがいいだろうなっていうふうに思いますね。 でそういういいいことと。をやられてるる方が実際にいると反対なんだけど入ってきてより良いプロジェクトにするっていうふうに言って、えー、来ている人たちがいましたねあー今治の時もそうですし北海道の沼田町の時もそういう人たちがいてでなんかその人たちのおかげでいいバランスが取れたプランになっていったなっていう気がしてますあとはもう僕にはどうしようもないのがそういうその,その地元の方々同士の微妙な 駆け引きや考え方の,この変化、意識変容とか態度変容とかをいろいろ繰り返しているものっていうのを現場に見にも来ないで、えっと、結果だけを聞いてあんなのダメだみたいに外から言ってる人がいるっていうこれはもうなるべく、えっと、今すごいこううまいバランスで話進めるん、ね、だからやめてって言って止めるのが僕の仕事っていうそんな感じですかね。うんあるんですよ本当に。 どうしてあんなに自分が考えていることが絶対的な正義だって言い切れるのかなって思うぐらい現場知らないし現場の人と会ったこともないしそもそもそこの土地に何の関係もない人が正論だと思っていることを主張し続けるみたいなことがあって正義を信じている人たちって怖いなって思うことが怖いすっごい勢いあるなっていう反省は全くないんですよね正しいと思ってるからものすごい勢いなんですけど。 そういういのを実感すすることもありますね自分もそうならないように気をつけたいっていうふうにあのそういう人と出会うたびに思いますけどねそんなことがあるというお話ですなのでまあ僕が尊敬できる態度は反対だけれどもその話し合いの場に入っていって、えー、そしてその授業がより良いものになるために、えー、自分なりの視点で提案を繰り返していくっていう、えー、こういう態度ってかっこいいな。 というふうに思います。どうもありがとうございました。